ハニュー感動の演技に中国ファンものみだ。ノーミスの完璧に簡単の声。フィギュアスケート界のスーパースター、ハニューさん、27歳が、日本テレビ系で放送された、24時間テレビで、プロ転向も初となる感動的な演技を披露しました。その演技が、中国のファンたちから熱狂的な歓声を巻き起こしています。この番組では、 2018年の西日本豪雨で被災した17歳の女子高生、三浦さんを招待し、羽生さんが今年2月の北京冬季五リのショートプログラム、SP で使用したプログラム、女装とロンドカプリチオースを演じました。北京での舞台では冒頭の4回転サルコウ、4S が失敗してしまいましたが、この日の演技では見事に決め、ノーミスで感動的なパフォーマンスを2分50秒にわたって披露しました。演技後、 ハブさんはガッツポーズを見せながら、初めてちゃんとこのプログラムが、自分の中で完成形として滑り切れたという思いがあります。僕も怖くて、なかなか踏み出せずにいたプログラムの一つですけど、でもやっとこれを乗り越えて、また前に進めるなって思いましたと語りました。緊張が解けた後は、疲れた。泣きそうだった。緊張しすぎて、オリンピックでできなかったものをノーミスしなきゃいけないという、と苦笑いしました。さらに、 ハブさんはサプライズとして18年平イ五輪のフリープログラム、生命も披露しました。僕にとっての代表作でもあるし、皆さんにとっても思い出とともにあるプログラムだと思うので、ちょっとでも、一瞬でも、いい思い出になったらなと思ってと語るハブさんの心温まる言葉に、三浦さんも、一生忘れませんと感激していました。この感動的な演技とコメントは、中国版ツイッター李氏、リヒロシ、 ウェイボーのハブさんのファンアカウントによってすぐに中国でも広まり、多くの大手メディアによってシェアされるなど大きな反響を呼び起こしました。中国のファンからは、最高に美しかった。本当に感動した。心が震えた。爆泣き。ゴート、グレイテストオブオールタイム。史上最高がまた進化した。すごすぎる。ユズはやってのけた。あなた派なんて勇敢なの。涙。あのプログラムを完璧に滑り切るなんて。 今の羽生結弦が最高の羽生結弦です。あなたは永遠に最高です。泣き、本当に力を与えてくれる、ロンドと、生命だった。その勇敢さで、全ての人を癒してくれたという感動のコメントが寄せられました。さらに、ダメだと思っても考えちゃう。もし今日、27日の、ロンドが北京五輪でできていたならって、こん考えてもあの穴、ハブさんが北京ではまり、ジャンプを失敗したが、残念で仕方がない。 でも、ハブ君の強さは自分と向き合えるところといったコメントや、ユズは心の中にある恐怖心を克服したんだ。私もこれでやっと北京の、ロンドと向き合える、始まる前、本当に緊張した。4S を着氷した時、涙が溢れたよ。もう辛くない。これから前を向いて進もうといった感慨深いコメントも書き込まれていました。羽生ゆずるの演技によって、 ファンの心に深い感動と勇気が注ぎ込まれた瞬間でした。その圧倒的な実力と情熱は、国境を越えて多くの人々に感動と感激をもたらしています。今後の彼のさらなる飛躍に期待が高まるばかりです。プロファイル、羽生譲る、YUZURUHANYU、1994年、宮城県生まれ、2014年ソチ五輪 2018年平イ五マサゴリンで2大会連続金メダルを獲得したほか、世界選手権2回優勝、グランプリファイナル4連覇、全日本選手権6回優勝など、数々の伝説的記録を残す。2022年7月にプロスケーターに転校。今年2月にスケート史上初の東京ドーム公演、ギフトを単独で行い、9月には創作集団クランプとコラボレーションし、ハブ選手が文章を担当した絵本。 ギフトは発売予定。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。